はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら NEC の VH5 という PC となります。よっしゃーよいしょーっていうので、以前ねこちら購入したことあるんですが、うまく起動しなかったんですよね。電源入るよっていう形で購入したんですが、電源入らず残念な思いをした。その個体とは違うものですね。ほぼ似たような状況で BIOS 確認のみされている、ストレージなしということです。これちっちゃくてね軽い PC なんで、ぜひとも動くような状態で使ってみたいなというので、今回また購入の方をしてみたという状況ですね。見てみるとね、天板結構汚れてて、まあ、ちょっと全体的に汚い。後ろ側は、あ、ここゴム足取れてますね。ここもゴム足取れてます。あ、ここも取れてる。ゴム足が3箇所ないという状況です。ちょっと開けてみると、あ、汚いな。液晶に何か型が残っちゃってますね。ちょっと見えにくいですけどね。キーボード部分はまあまあ綺麗なんですが、ゴミが結構残ってる。ヒンジが割れてますね。でもまあね、ちっちゃくて非常に軽い PC、 第8世代の Core i5 が乗っかってるみたいなんですが、 Y の字ついたやつなんでね、2コア4スレッドじゃないかなとは思います。一応ちゃんと動くのかどうかね、 AC アダプターもついてませんので、起動できるかどうか確認していきたいなと思います。だいぶ汚れてますねだいぶ拭いたんで割と綺麗にはなったかなと思いますが、使い込んだ感がすごいですね。はい、っていうのである程度綺麗になったのかなと思いますね。傷がやっぱり結構多いですね。汚れは結構取れたんですが、傷は当然消えない。このねシールコンも取れなかったですね。早速ね電源つないでみて通電するかどうか、こちらの確認ですね。以前ねこの電源をつなげるところで挫折してしまっています。今日は原因究明とかをねちょっと踏まえてやっていきたいなと思いますね。そこでこちら、前回ですねバーサプロの VH-5 それ対応ということで Amazon で購入した AC アダプターとなります。これをねちょっと試してみようかなと思いますね。はい、というのでつなげたんですが、これここにねランプつくはずなんですよね。まあランプついても起動しなかったんですけどね前回。どうだろう、いやー怪しいな。どうだろう、一応電源入れてみますね。いくぞ、電源スイッチオン。やっぱ全然ダメですね。電源スイッチオン。まあこれじゃあダメだやっぱりダメだな、電源ダメなような気しますね。うんともすんとも言わねえよ。はい、そしてこちら、前回もこちらナナミの PD のねアダプター、 30W のアダプターです。こちらはここのランプがついたんですよね。もしかすると起動するかもしれないですね。あ、ついた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 。これできちっとランプがついたので、電気はね通電している感じはします。あ、でもな、前回これで起動せえへんかったからな、これ同じか。ちょっとやってみよう、いくぞ、電源スイッチオン。やっぱダメだな、全然ダメだな。よっしゃ、いやダメですね。はい、そしてこちらこれはねダイソーで700円ぐらいだかな、これで購入した急速充電器 20W、 この PD 対応してるやつですね。そもそも PD に対応してないのかもしれないですよね。あ、これも通電、電気が通ってるのは間違いない状況ですね。よし、ちょっと頼むぞ、いくぞ、電源スイッチオン。ダメだおりゃ、はい、てのでね、しばらくこちら充電してちょっと特回引っかいで確認してみたんですが、全
全く起動しません。そもそも PD に対応してないのかもしれないですよね。詳しくこいつについての仕様調べて、そして電源もし必要やったら買ってみようかなというふうに思いますね。ちょっと調べてみます。はい、というので結構調べて見つけましたね。こちらです。まあ、細かい情報がこちらに載ってるんですが、まあ、CPU がね、 Core i5 8200Y1.3GHz が載っているようです。 Y の字ついてるからね、いまいちかなと。そしてディスプレイの方が 12.5 型ワイド TFT カラー IPS 液晶ということですね。フル HD で表示ができる。そしてメモリが 8GB でオンボード、 SSD なしってなってるので、記憶装置 256GB の SSD が標準でついてると。そして AC アダプターが小型軽量 AC アダプターとなっています。そこでね、この下側の関連情報の周辺機器適合というところをちょっと見てるんですが、こちらでね、 AC アダプター2種類名前が書かれてる状況なんですね。型番 PCVPBP122 PCVPBP13、この2つのどちらか、両方が合うかどちらかになってますね。まあ、とりあえずこれ両方に合うやつを買わないといけないな。はい、そしてこの記憶装置 SSD が SATA なのか NVMe なのか、使用一覧で見ていくんですが、 SSD について書いてなくない？みたいな、そんな感じですね。 SSD の記述がないような気がするが、老眼で見えてないのか、どっちか書いてないですね。これは後で調べなしゃあないかな。まあ、それか察して確認するかですね。それじゃあこのね、 AC アダプターに合ってるやつあるかどうかちょっと探ってみようかなと思います。あ、これっぽいな。はい、こちら Amazon の方で今検索かけたら、こちらが PCVPBP130 そして122両対応ですね。こちらのアダプターちょっと購入してみようかなというふうに思いますね。ちょっとこちら購入してみます。はい、ということですね、こちらです。ついに AC アダプター購入いたしました。よっしゃよいしょーって言うので、もうよいしょもクソもですね、思わず開けちゃったんですが、綺麗ね、やっぱりね。じゃあ早速ね、これで電源がつくかどうか、つくはずなんだけどな、ちょっと確認の方をねしてみたいと思います。はい、というので、ね、こちらきちっとランプがついてます。頼むぞ本当に。じゃあちょっとやってみよう、いくぞ、電源スイッチオン。あ、オッケー、いけた、全然ちゃうやん、よっしゃよっしゃ。あ、なんや、 AC アダプターの問題だけだったんですね。うわ、ちゃんと調べて前回もやればついたかもしれないんだ。はい、ということでですね、無事にバイオスが立ち上がりました。よっしゃっていうので、ちゃんと調べてからやらないとダメですね。わ、前回のやつめちゃくちゃ綺麗だったのに、これを買えばよかったんだ。ちゃんと調べてからやるべきですね。本当に損した気分です。はい、こちらの方ですね、見ていくと CPU タイプインテル Core i5、 そこだけ記入がありますね。細かい型番は出ていませんが、 8200Y だったような気がいたします。 CPU スピードは 1.3GHz です。メモリー、こちらはね、直付けっぽいんですが 8GB 搭載されています。 SATA ポート1ノットプレゼントかな。そして PCIe ポート5ノットプレゼントって書かれてるので、これどんな状況になってるかですね、ちょっと確認をして SSD の方を導入したいかなと思います。まあ、とりあえずはね、電源が入りました。ちょっとすごい損した気分になってるんですが、まあ、でもね、こちらをちょっと整備して、ここ壊れてるしな、ここが割れてるんですよね。うわ、前のやつがめちゃかっこよかったので、すごい惜しい気がしますが、とりあえずは整備していきたいと思います。
はい、ということでですね、無事に Windows 11のインストール、そして設定の方が完了いたしました。よいしょーってので、やはりちゃんと調べないとダメですね。以前のやつはね、もっと綺麗だったんで、本当に悔いが残ります。 AC アダプターをきちっとしたものを購入してね、つなげると全く問題ありませんでした。そして SSD の方は SATA の 128GB の SSD を挿入しています。全く問題ない状況でここまで来てますね。早速ちょっと情報の方を見てみるんですが、こちらですね、きちっと読み取ってます。プロセッサの方がインテル Core i5 の 8200Y CPU です。 1.3GHz、 最大で 1.61GHz です。実装メモリの方は 8GB、 スペック表にも書いてありましたが、オンボードなので増設等はできません。 Windows のエディションの方がね、 Windows 11 Pro 23H2 最新バージョンでインストールしています。アップデートの方もね、繰り返してますので、まあ、ほとんどしっかりとデバイスの方も認識しているという状況です。はい、そしてこちらがディスプレイの状況です。明るさマックスにしてますが、ディスプレイの解像度は 1920×1080 フル HD ということになっています。 IPS 液晶ということもあってですね、非常に美しく映ってるんですが、この部分にですね、白い斑点が3箇所ちょっと見えるんです。映らないですけどね、液晶にムラがあると、実際に使う分にはほぼ気にならない状況なんですが、白い方が分かりやすくて、ここに2箇所3箇所白い点があるような状況ですね。はい、そしてデバイスの方なんですが、実はですね、1箇所問題がありまして、インテルハイディフィニション DSP 読めねえ、このドライバーがインストールされてませんという状況になっています。何回もシステムアップデートも繰り返しましたし、こちらですね、インテルのドライバーサポートアシスタント、この辺からも探ってみたんですが、なかなかドライバーがインストールされない状況になっています。これが一体何なのかがちょっとよくわからないんですが、今後もね、ドライバー探していこうかなというふうに感じてますね。この点だけが問題になってます。はい、そしてこちらの方がですね、ベンチマークソフトをインストールして CPU Core i5 の 8200Y、 こちらのパワーの方をね、ちょっと調べておきました。一応ね、順番に見ていくと、シネベンチ R15、 こちらの方で CPU トータルが 155CB、 微妙。そしてシングルコアスコアが 84CB となっています。 OpenGL の方が25.16fps と、 GFX ボード、 GPU の方がインテル UHD グラフィックス615ということなので、まあ、あんまりパワーがないなっていうのが本当に正直なところですね。そして左下の方が Geekbench 5の方がシングルコアスコアで726、マルチコアスコアで1088と、 Geekbench 6の方でシングルコアスコア877、マルチコアスコアで1298となっておりますね。はい、そこで Geekbench 5だけでね、ちょっと比較してみるとこんな感じですね。かなりパワーは弱めですね。 MacBook の2015 Core M の 5i31、 この辺とあんまり変わってないんですよね、パワーがね。オフィスギリギリ動くレベルなんじゃないかなというふうに想像ができます。はい、そしてこちらの方がですね、コアテンプを用いて CPU の温度を測っていってたんですが、最低温度がね、35度ぐらい、最大の温度が86度まで上がってるんですね。結構高めに行きました。90度とかになってないのでね、問題ないのかなというふうには思うんですが、やっぱりちょっと高いのが気になります。はい、というのでね、いろいろ調べてってるんですが、これ非常に、まあ、状態的には良い感じかなというふうに思いますね。トラックパッドの機器もいいし、そのデバイスが一つね、効いてないのが問題ですね。今後なんとか対応したいなと思います。そしてね、これめちゃくちゃ軽いんですよね。重さちょっと測ってみようかなと思います。
はい、というのでこれ重さ測ってみるとですね、1キロない909グラムしかないんですよね。かなり軽量な PC なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでですね、こちら NEC のバーサプロJVH-5 なんですが、やっぱりちゃんと調べて AC アダプターとかもね用意しないといけないんだなっていうのが痛感しましたね。まあ、まずねこちらのいいところはね、先ほど測りましたが非常に軽量で小さいというのがね非常にいいところじゃないかなというふうに思います。そしてさらには画面のサイズが 12.5 インチでフル HD っていう状況、さらにには IPS 液晶でくっきりと見えるというところですね。こちらの、ね、画面がちょっとテカってる部分とか白くなってる部分がありますが、十分に使えそうなそんな感じです。さらにバッテリー駆動もバッチリしてる状況です。当然劣化してるかなとは思うので、どのぐらい持つのかっていうのは今後調べていかないといけないかなと思いますが、まあ、サブ機として使う分にはね十分な状況でここまで来てるんじゃないかなというふうに思いますね。で、問題点としてはやはりドライバーが一つインストールできなかった点ですね。こちら今後も見ていきたいなと思います。さらにはねこれはもうしょうがないことですが、ゴム足が3つ欠損していること、そしてここがね割れちゃってる、これもどうしようもないところなので、この辺がねあまり気にならなければ今後バリバリ使えそうです。やっぱり CPU パワーがしょぼすぎる点は使いどころが限られてしまうかもしれないですよね。まあでもねこちらね4863円でねかなり安い値段で落札できたので十分ではあるのかなというふうに思いますね。使いどころなくなったらプロジェクター専用機としても使えそうやしね。ということで今日はどうもありがとうございました。